私はハドリアン・ドゥアディだ。私の数学の研究はすべて複素数に関係するものだ。代数幾何学と力学系理論の発展に貢献してきたのだ。複素数は長い歴史を持つものだ。左側にいるのはタルタリアとカルダノだ。ルネッサンスの時代の先駆者だ。右側にいるのはコーシーとガウスだ。19世紀に複素数の理論を整理した。複素数はそれほど複雑なものではない。最初の頃は不可能数と呼ばれていて、現在でもしばしば虚数、想像上の数と呼ばれてはいる。確かに想像力が少しは必要だが、複素数は現代科学の至るところに現れていて、もうそれほど不思議なものではなくなっている。特に複素数のおかげで美しいフラクタル集合を作り出すことができる。私はこれを詳細に研究した。これについてウサギのダイナミクスというビデオを作ったほどだ。それは初期の数学アニメーション作品の一つとなった。最初に複素数を黒板で説明しよう。数学者はチョークを使うのが好きなのだ。断っておくと、この定規や三角定規や分度器は時々変な動き方をするのだ。黒板に目盛りをつけた直線を引こう。数学での最も美しいアイデアは幾何と代数を関係づけることだ。それが代数幾何学の出発点だ。2つの数を足すことができるように、2つの点を足すことができる。直線上に赤色の点と青色の点を取り、それらを足してみよう。その和は緑色の点だ。1たす2は3だ。赤色の点と青色の点が動けば、それらの和である緑色の点も動く。もっと面白いのは2点の掛け算だ。マイナス2倍することを考えてみよう。もちろん1はマイナス2に移る。もう一度マイナス2倍すると、同じ動かし方をすることになる。原点に関して反対側に移り、原点からの距離を2倍にするのだ。もちろん結果は4になる。2回マイナス2をかけると4をかけたことになるのだ。マイナス1をかけるのは優しい。どの点も原点に関して対称な点に移される。半回転させたと言ってもよいし、180度回転と言ってもよい。数をそれ自身とかけると、いつでも正の数が得られる。例えばマイナス1をかけて半回転して、もう一度同じことをすると元の点に戻ってくる。これがマイナス1かけるマイナス1がプラス1になる理由だ。簡単だろう。例えばマイナス1倍すると2がマイナス2に移るのがわかる。そしてもう一度マイナス1倍すると2に戻ってくる。明快だろう。だからそれ自身とかけてマイナス1となる数は存在しない。別の言い方をすると、マイナス1は平方根を持たない。これで終わりというのでは、数学者の想像の力が見えていないということだ。19世紀の初め、ロベール・アルガンは素晴らしいことを思いついた。彼はこう考えた。マイナス1をかけるのが180度回転なのだから、その平方根は180度の半分、つまり90度の回転だ。4分の1回転を2回続ければ半回転だ。4分の1回転の2乗は半回転、つまりマイナス1だ。こう考えればよかったのだ。こうしてアルガンはマイナス1の平方根は1を90度回転した点で表されることに決めたのだ。
しかしこう決めると水平の直線から離れなければならない。数に直線上にあるとは限らない平面の点を対応させることにしてしまったからだ。この構成の仕方は少し奇妙だというので、-1 の平方根の点は虚数、想像上の数と呼ばれ、数学者はその点を愛で表すことにした。一度勇気を出して直線から離れると、それからは簡単だ。2i、3i という点を取ることができる。平面の点は複素数を表す。逆に、複素数は平面の点を表す。平面の点はそれぞれちゃんとした数になったのだ。これらの点は普通の数のように足すことができる。赤色の点は1プラス 2i だ。青色の点3プラス i を足してみよう。小学生がするように足してみれば4プラス 3i となる。幾何学的にはこれはベクトルの足し算だ。2つの複素数は問題なく足せることが分かった。もっと面白いことは、複素数同士を実数同士と同じようにかけられることだ。やってみよう。我々は複素数に2をかける方法を知っている。 2×1 プラス i は2プラス 2i となる。幾何的には2をかけるのは簡単だ。それはただ2倍の拡大だ。赤色の点の2倍が緑色の点になる。i をかけるのも難しくない。i は4分の1回転に対応していることを知っているからだ。3プラス i に i をかけるには、ただ4分の1回転すればよい。-1 プラス 3i を得る。複素数はそんなに複雑ではない。最後に任意の2つの複素数も問題なくかけることができる。例えば2プラス 1.5i と -1 プラス 2.4i をかけてみよう。いつもやっているように、まず2倍したものと 1.5i 倍したものを作って、それらを加えればよい。つまり 2×-1+2.4i 足す 1.5i×-1+2.4i。 したがって -2+4.8i-1.5i+3.6×i×i となる。しかし i の事情は -1 だった。 i はそのために作られた数だったのだ。したがって -2+4.8i-1.5i-3.6 となって、少し整理すると、-2-3.6+4.8i-1.5i、 つまり -5.6+3.3i となる。これで複素数の掛け算ができるようになった。言葉を変えて言うと、平面の2点をかけることができることになった。驚くべきことだ。平面上の点を決めるのに2つの数が必要だから、平面は2次元だと思っていた。しかし今は1つの数で十分だと言っているのだ。もちろん数の意味は変わっている。今扱っているのは複素数だ。これから2つの概念を定義しよう。複素数の絶対値と変革だ。複素数 Z の絶対値は、平面上で原点と複素数 Z が表す点との距離だ。物差しで赤色の点 2+1.5i の絶対値を測ろう。
2.5 となった。だから 2+1.5i の絶対値は 2.5 だ。青色の点については 2.6 だ。そして2点の積である緑色の点については 6.5 だ。2つの複素数の積の絶対値は2つの複素数の絶対値の積であるという法則がある。複素数の変革は水平軸と原点と複素数が表す点を結ぶ直線との間の角度である。例えば赤色の点の変革は 36.8 度だ。青色の点の変革は 112.6 度だ。積の緑色の点に対しては 149.4 度となっている。これは2つの複素数の変革の和だ。2つの複素数をかけると絶対値はかけられ変革は出される。複素数との出会いの最後はステレオグラフ遮影だ。原点で黒板に接する球面を考えよう。ステレオグラフ遮影を使って黒板上の各点に、つまり複素数に球面上の点を対応させることができる。球面の北極には、つまり遮影の中心の点には対応する複素数はない。この点は無限大に対応している。だから数学者は球面は複素遮影直線だという。なぜ直線なのだろうか。それは一つの数だけで記述できるからだ。なぜ複素なのだろうか。それはその数が複素数だからだ。なぜ遮影なのだろうか。それは我々が遮影を使って無限遠点をつけたからだ。球面はまっすぐな直線だと説明する数学者は少し変だと思うかな。